ヨハンネス・ガブリエル・グラノは、フィンランドの地理学者、主に3大学の教授、及びシベリアとモンゴルの探検者として記憶されている。また、ランドスケープに関する先駆的な研究、及び純粋地理学という著作でも知られる。グラノは、タルット大学、ヘルシンキ大学、トゥルク大学の教授だった。グラノは1900年にヘルシンキ大学に進学。 はじめ植物学を専攻したが後に専攻を地理学に変更した。副専攻は生物学と地質学だった。父が1901年から1913年までオムスクでフィンランド人の司祭を務めたこともあり、学生時代は休暇をシベリアで過ごした。グラノはシベリアの環境を観察、1905年にフェンニアで初めて論文を発表、シベリアにおける フィンランド人植民について記述した。ハンガイ山脈にある3人のフィンランド人学者、1909年、撮影。左から順にサカリパルシ、グスターフ、ラムステッド、グラノ。グラノは、フィンウゴル教会からの報給を得て1906年、1907年、1909年と3度、探検を行い、北、モンゴル、アルタイ山脈、サイアン山脈を探索した。 彼は氷河時代が山脈の形態学にもたらした影響について研究した。1919年、グラノはタルト大学の教授になった。彼はエストニア語の学部を創設、授業の組織も行った。1923年にはヘルシンキ大学に教授とフィンランドの地図の編集者として招聘された。次に新しくフィンランド人の大学が創設されたトゥルクに移った。 グラノはトゥルクでは自身の研究に没頭するだけの時間もあった。グラノは地理学研究の一領域である純粋地理学を確立した。彼は地形学だけでなく水域、植生、人類がもたらす影響なども取り入れたランドスケープの分類法を作り出した。グラノは多くの著作をドイツ語で出版したため、ドイツ語圏で最もよく知られている。 彼がフランス語で著作を出版したのは第一次世界大戦中だけだった。グラノは研究のためにアルタイ山脈への探検中、シベリアのフィンランド人植民者の間、西シベリアとモンゴルの大草原などで大量の写真を撮った。これらの写真はフィンランド文学協会に寄贈され、2002年にヘルシンキ美術館で展示された。小惑星グラノは ヨハンネス・ガブリエル・グラノにちなんで名付けられた。トゥルク大学とタルト大学の提携センターは、グラノを記念して、グラノセンターと名付けられた。ありがとうございます。